普通を演じるって本当は難しい。野巻、大変です。爆発まであと10秒。何？隊長、どうしましょう。隊長、兵長、コンバットコミックをよろしくね。なるほど、シベリア送りだね。意味不すぎ。もう笑いすぎだよ。無理やりやらせといて。だって魔女のばあさんの呪いかって。魔女のば、そんなこと言ってないよ。はあ、笑った笑った。もう、でも千葉駅の近くにこんな場所があったんだね。あら、知らなかったの？千葉市文化センターはコンサートや演劇にも使える立派なホールや音楽関係のスタジオ、リハーサル室、和室に展示施設も完備した総合文化施設なのよ。へえ、すごいところなんだ。でも本当にすごいのはそこじゃないの。え？なんと他にも似たような施設が千葉市にはいっぱいあるのよ。公民館も合わせればその数50以上。 50？ 千葉市は文化の宝石箱やで。で、どうだった？演劇初体験は。どうって言われても、違う人を演じるって難しいし、やっぱり恥ずかしいっていうか。なるほどね。ミトは演技を誤解してるわ。誤解？演技って、他の誰かになれるわけじゃないのよ。じゃあ、演技はね、見せたい自分を外に体現する技術なのよ。見せたい自分？そう。だから演じること自体はみんな日常でもやってることなの。同じ自分でも話し相手が親か友達か先生かで口調が変わるでしょ。意識かでも無意識でも生きていて演じない人なんていないのよ。つまりはミトの努力次第で普通に見られる呪縛は解けるってこと。それを伝えるためにわざわざ。にしてもさっきのミトはって思っていいんだよね。超普通都市千葉中で運勢中あなたの普通と私の普通全然違うよ。それでも一人はやっぱり寂しい。 I want you ポータタワーにでもいいかかな。晴れているなら早口言葉やります。カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ。